ですね、なぜだかまた掃除機プレゼントいただきました。今度はロボット掃除機アイライフさんっていうんですかね、突然送ってきていただきまして、というわけで本体はこんな感じ、まあ、よく家電屋で見るようなあれですね、形の、まあ、こういう感じの、うん、ものですね。もうブラシが2つついてて、なんかね、某電気屋さんに行くと試しでコロ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 動いてますけど、そんなようなやつでしょうか。あまり詳しくないのでよくわかりませんが、一応これで充電も、説明書き通りやってみましたんで、早速動かしてみたいと思います。こんなリモコンもついてます。はい、ここに先生おります。今からこの送ってくれたアイライフさんのお掃除ロボットでこの部屋を掃除したいと思います。どうぞ行ってください。行きましょう。ねえ、来とる。入った入った。あら、クーラーが効いとるぐらい涼しいで。おーおーおー。さあ、それではこれを行きますよ。じゃあ、はい、これどうぞ押してください。どこ押すのかいな。夢の国とは思えないような夢の国を掃除したいと思いますんでね。はい。え、押したもんね。え？みーちゃんスイッチ押したん？なんかシャワーに行った今。すごい。ああ。もうハプニングというか、先生がスイッチを押したみたいです。ということは、スイッチここ触ってもいけるってことか。ここを離れしたんじゃん、今多分。そうじゃん。ああ、そうか。ああ、こんな感じな。何してんの？ロボット掃除怖い。あかんで。めいちゃんこっち来ない。めいちゃん大丈夫大丈夫。こっち来ない、こっち来ない。こっち来て。こっち来て。ここで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 。はい、座れ座れ座れ。怖い怖いね。はい、こう行ける。大丈夫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 。どういうこと？ちゃんと感知しようと。ここから始まったで、通常の動きを動かしたら、うん、この手を見ていくということは、もうここからできとみたいな。あ、分かっとるかね。うん、感知しとるよね。え、こんな機能あんの？まあ、ここで、ほら、ここから始めたで、ここの動きを見ただろ。うん、今度こっちに行くと。へぇ、感心したなあ。そう、落ちるんだと思ったよ。いや、おー、ようできとうな。うん、おー、素晴らしい。お姉ちゃんの毛も吸い込んでるわ。あー、ほんだけど、これちゃんとす、これすごいな、でも。うん、落ちんのかな。いやいや、もういけると思うよ、多分落ちひんよ。どんなのか怖いね。怖いね。どうだどうだ。見てんな。大丈夫大丈夫な。
守ったところはいかん、ほら。あ、ほんま。いい子な。いい子なんて感心してますね。感心しきりじゃないですか。どうやってここ行くらん。見られたここにまでだけな。これ。みーちゃん、大丈夫大丈夫。怖いの？大丈夫、よしよし、大丈夫。大丈夫ぞ。みーちゃん、大丈夫大丈夫、よしよしよし、大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫大丈夫、よしよしよし、大丈夫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 。だけどあれな、ブラシでちょっとこうピョンと飛んだゴミ、あ、取りに行くよんな。そんな利口なん。あ、ほんまや。どこまで分かってんのこれ。どんなんだろう。そんなんかロボットみたいな。いや、みーちゃん大丈夫大丈夫、よしよし大丈夫大丈夫、よし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 、はい。あれさっきそこよ、その角だろ。うん、あ、一個のか。はい、それでは一通り掃除が済みましたんで、ゴミを見てみよう。これをただ取り出すだけと。で、カパッと見ると、うわ、めちゃ取れてるし、強烈。なんやこれ。うわ、ひどい、ひどすぎる。え、抜こうか。うわー強烈ということでございます。